アクフ・フィオレンティーナは、イタリアのトスカーナ州フィレンツェを本拠地とする、サッカークラブである。クラブカラーから、ビオラの愛称で呼ばれる。また、フィレンツェ市のシンボルであるユリノモ章から、ジリアーティとも呼ばれる。クラブの前世紀には、リーグ戦、コッパイタリア、カップウィナーズカップなどで優勝を経験するなど、インテル、ミラン、ユベントス、 ローマなどのトップグループに次ぐ競合クラブとして、確固たる地位を築いた。1990年代中期以降も、ガブリエル・バティス・トゥータ、マヌエル・ルイ・コスタラを要して上位に食い込んだ。なお、日本にもフィオレンティーナのサポーターは多く、クラブ公認サポーターズクラブ、ビオラ・クラブ・ジャパンも存在している。クラブとしても1997年から任天堂と2年間、 1999年から、トヨタと8年間、2011年から2014年まで、マ、ま、ズだと3年間それぞれメインスポンサー契約を結んでおり、延べ10年以上にわたって日本企業をユニフォームの胸ロゴとしているほか、2004年には中田秀俊を獲得するなど日本とは朝からぬ縁があると言える。ちなみに、ニンテンドーは京都産が FC、 マズダはサンフレッチェ広島のスポンサーでいずれも紫がチームカラーである。フロレンティア・ビオラ時代の紋章旅先のイングランドで見たサッカーに魅了された創設者のルイジ・リドルフィ伯爵はパレストラ・ジンナスティカ・リベルタスとクラブ・スポルティーボ・フィレンツェというフィレンツェの2つのサッカークラブを合併させて1926年8月26日に A.C. フィオレンティーナを創設した。初期のクラブカラーは、紫ではなく、フィレンツェの師匠と同じ赤と白のシャツを着ていた。1930から31シーズンのセリエ B で優勝して、1931から32シーズンよりセリエ A に参加。1930年 W 杯優勝メンバーだった、ウルグアイジに FW。 ペドロペトローネがリーグ得点王となる活躍を見せ、セリエ A 初年度は18チーム中4位に食い込んだ。1931年9月13日には、ホームスタジアムのスタディオアルテミオフランキが会場した。1938から39シーズンにセリエ B へと降格したが、1シーズンでセリエ A に復帰。1939から40シーズンの コッパイタリアでは、ジェノアを決勝で破り、クラブ初タイトルを獲得した。1950年代から1960年代に、かけてクラブは、全盛期を迎えた。初めて、スクデットを獲得した1955から56、シーズンは2位の AC ミランに、勝ち点12差をつけての独走優勝だった。1956から57シーズンには、 UEFA チャンピオンズカップで準優勝。1960から61シーズンには UEFA カップウィナーズカップで優勝したが、これはイタリアのクラブにとって最初の欧州タイトルでもあった。クラブの英雄バティストータルイコスタ1980年にクラブを買収した卓建業者のフラビオ・ポンテッロは1990年に 人気選手のロベルト・バッジョをユベントスに売却したことで、ティフォージから大きな批判を浴びつつ、オーナーの座を追われた。クラブ経営は、映画王のマリオ・チェッキー・ゴーリが引き継いだが、補強に失敗して1993から94、シーズンに54年ぶりに、セリエ B へ降格した。マリオの没後は、息子のビットオリオ・チェッキー・ゴーリが、会長に就任した。 セリエ B 降格でも、クラウディオ・ラニエリが監督に就任して、チームを立て直し、残留した、アルゼンチン人 FW ・ガブリエル・バティストゥータの活躍もあり、1年で、セリエ A に復帰。セリエ A に昇格した1994から95シーズン以降は、バティストゥータとポルトガル人、ゲームメーカーのマヌエル・ルイ・コスタラを擁して上位に食い込み、1996年には、 コッパイタリアを制覇した。1998から99シーズンはジョバンニ、序盤にトラパットーニが監督に就任し、シーズン前半を首位で折り返すも、最終的には、首位から、勝ち点差14の3位に終わった。1999から2000シーズン終了後、トラパットーニが、監督退任したことで、バティストゥータの移籍は、決定的となりエースローマへ移籍。 絶対的なエースを失ったチームは2000から01シーズンには9位と低迷する。ルイ・コスタを AC ミランへ放出した2001から02シーズンに至っては17位となり2002年夏には親会社が破綻。1990年代後半におけるホーマン経営の結果2000年代に入ると主力選手を次々に放出したことで 戦力ダウンして成績は下降した。2002年、クラブは4部リーグに強制降格された。この結果、クラブは消滅し、フィオレンティーナの名称の使用権も、旧クラブの再建者に渡ってしまう。しかし、フィレンツェ財界とティフォージたちは新会社、フィオレンティーナ1926を設立して、新チームフロレンティア・ビオラを結成。フィオレンティーナ再建に取り組んだ。 クラブの新オーナーには、革靴ブランド企業家のディエゴデッラ・バッレが就任した。フロレンティア・ビオラは2002から03シーズン、首相のアンジェロ・ディリービオとエースストライカーのクリスティアン、リガノを中心に戦い、セリエ C2 を優勝。2003年には、関西人より、フィオレンティーナの商標権を入札により250万ユーロで獲得し、2003から04シーズンからは、 アクフ・フィオレンティーナとして戦うことになった。また特例によりこのシーズンは3部ではなく2部のセリエ B に編入された。いきなり2つ上のリーグで戦うことになった。フィオレンティーナは苦戦するも、リガノの得点力はセリエ B でも群を抜いており、なんとかセリエ A 界クラブとのプレイオフ権が与えられる6位を確保。プレイオフではリガノとディリー・ビオが 故障で出場できないという危機的状況であったが、AC、ペルージャを下して3期ぶりに、セリエへ復帰することとなった。2000年代中盤の躍進を演出した、プランデッリ監督2005から2006シーズンに、得点記録を受立したルカトーニトーニー遺後の、エースストライカー、ムトゥ2004から05シーズンには、中田秀俊やマルティンヨルゲンセン、トマーシュウイファルシ、 ジョルジョ・キエリーに、ファブリツヨ・ミッコリ、エンツ・マレスカなどの有力選手を一気に獲得して、セリエを戦ったが、急増チームゆえ、なかなか勝ち点を獲得できず、シーズンを通して、残留争いをすることとなる。実は、この苦戦の裏には、ユベントスのオーナーが仕掛けた審判による八百チいわゆるカルチョスキャンダルが存在していた。また、大型補強により加わった。 新加入の外国人選手たちと、それにより、出場機会を奪われたセリエビー時代からクラブを支えていたと自負する一部のイタリア人選手たちとの間に圧力が生じ、ロッカールームの空気もまとまりにかけるものであった。結果、フィオレンティーナは最終節で勝たなければ、再び降格というところまで追い詰められたが、 アルテミオ・フランキで開催されたシーズン最終節ではディ・リービオの活躍などもあり残留を決めることとなったこのシーズンは16位でセリエ A を終えた2005から06シーズンには前年度の低迷を受けクラブは幹部の大刷新を行うオーナー兼会長であったディエゴ・デッラ・バレは名誉会長に退き実際的なクラブの舵取りは 副会長であった弟のアンドレア・デッラ・バーレに譲り、アンドレアが会長に就任。また当時レッチェの躍進を支えていたパンタレオ・コルビーの、を新たにスポーツディレクターに迎え、夫人の看病のために監督業を休業していたチェーザレ・プランデッリを新体制の監督として招聘。クラブのプロジェクトも中長期的なものに変更し、2010年以降にスクデットを狙える。 有望な若手選手と共に成長するクラブをスローガンとした。新体制の幹部は、前年度に増反したとされる選手たちを格安で放出し、新たに、ルカ等にステファノ・フィオーレ、クリスティアン・ブロッキ、セバスティアン・フレイなどのベテラン選手や、プランデリ監督の元押しエゴを集め、また、無名の有望選手を発掘することに長けたコレビーノは、アレッサンドロ・ロガンベリーに、 リッカルド・モントリーボ、マヌエル・パスクワル・ラの若手選手に投資した。このシーズンは、前年に獲得した選手たちがようやくまとまってきた、ことに加え、新加入のルカトーニュの大活躍もあってクラブは、躍進し、チャンピオンズリーグ出場権が与えられる余義となった。ユベントス、ミラン、ラツヨと同様に、セリエ A の八オチ問題に関わったとして、2006年7月14日に、 セリエ B 降格及び勝ち点 -12 点からのリーグ戦開始との判決が下された。同年7月25日の控訴審判決において、セリエ残留で2006から07シーズンは -19 点からのスタート、2005から06シーズンの勝ち点 -30 点の判決が下った。この判決を不服とした一部サポーターが、フーリーガン化し、 フィレンツェ周辺の鉄道を一時不法占拠する事態にまで発展した。勝ち点の大幅剥奪から始まった2006から07シーズンであったが、当時の破壊力は健在であり、クラブは連戦連勝、勝ち点剥奪がなければ、チャンピオンズリーグ圏内のリーグ3位というシーズンとなった。またシーズン中にレギュラーポジションを獲得し成長したアレッサンドロ・ガンベリーニア、 ゴールキーパーのセバスティアン・フレイを中心とした守備陣も奮闘し、チームはリーグ最小失点でシーズンを終えた。当にはこのシーズン限りでバイエルン・ミュンヘンに去ったが、長い放浪の末フィオレンティーナで、かつての輝きを取り戻したアドリアン・ムトゥ、チェーザレ・プランデッリ監督就任以降じっくりと育てて、きた若手のジャンパオロ・パッツィーニー・やモントリーボが、 クラブの屋台骨を支える存在へと成長し、2007から08シーズンは、リーグ戦に追い、UEFA カップ準決勝進出という、セリエ A 復帰後最高の成績で終わった。2008から09シーズンは、UEFA チャンピオンズリーグに出場するにあたり、大型補強を完光する。アルベルト・ジラル・ディーノ、ステバン・ヨベティッチ、フアン・マヌエル・バルガス。 フェリペメロなどの高額遺跡金選手に投資した。かつての恩師のもとで復活を果たしたジラルディーノやブラジル代表に初選出されるほどの存在感を示したフェリペメロら新戦力の活躍もありチャンピオンズリーグとの二足のわらじにも耐え2年連続でリーグ戦を4位で終える。一方で大型補強の煽りを受け出場機会を減らした若手選手が不満を訴え クラブは、パッツィーニア、パブロ・ダニエル・オスバル・ドラの有望若手選手数人を手放すことになる。9シーズンぶりに参加したチャンピオンズリーグでは、予備予選を勝ち抜き、本大会に出場するが、バイエル・ンミュンヘン、オリンピック・リオンらに退けられ、グループリーグで敗退した。2009から10シーズンには昨年活躍したメロのほかズドラブコ・クズマノビッチ、 フランコセミオーリラを放出するも、思うように補強が進まず不安を抱えたままシーズンをスタートする。しかしながら、チャンピオンズリーグでは、スポルティング CP とのプレイオフを、アウェーゴールの差で辛くも突破し、続く、グループリーグでは、ヨベティッチラの活躍もあり、リバプールに連勝。昨年区敗を呈したオリンピックリオンラを抑え位で、通過する。 迎えた決勝トーナメント1回戦では、バイエル・ン・ミュンヘンと対戦。ファーストレグでは、試合終了間際オフサイドポジションにいた、ミロスラフ・クローゼのゴールが認められる誤神もあり、トータルスコア4から4ながらもアウェーゴールの差で、大会を去ることとなった。一方リーグ戦では、カップ戦での疲労もあってか、不安定な戦いが続き、中位から下位をさまようことになる。 冬には首相を務めていたダリオ・ダイネリがジェノアに移籍、さらに、ムトのドーピング陽性反応が発覚。これによりで、同選手は9ヶ月の出場停止を言い渡されることになる。これらが、チームの、さらなるモチベーション低下に大きく影響したと見られ、その後もチームの調子は上がらず、最終的にリーグを11位で終え、 3年ぶりに欧州カップ戦の舞台から姿を消すこととなった。2010から11シーズンは開幕前にヨベティッチが負傷で長期離脱が決定。出場停止のムテと合わせに大エースを欠いたままリーグ開幕を迎えたチームはその後も負傷者が相次ぎ、一時はリーグ再開まで低迷する。しかしながら戦術の 両エースの戦線復帰に伴いチームは徐々に復調。最終的には降格圏の18位に勝ち点15差をつけ、リーグ9位でシーズンを終えた。2011から12シーズンは、開幕10試合で3勝4敗3分の成績不振から死にしゃミハイロビチが2011年11月6日の、気栄母戦に敗れた翌日、解任された。公認には、 デリオロッシが就任し、スリーバックに切り替えるなどしたものの、成績は上昇せず、終盤戦には残留争いに巻き込まれた。冬には、アマウリを、ユベントスから獲得したものの、1ゴールと、完全な期待外れだった。2012年5月2日のノバーラ戦では、前半32分に途中交代を命じられたことに、腹を立て、皮肉を込めた拍手をしたアデムリアイッチに、 ロッシが殴りかかり、試合後ロッシは解任された。後任には、チームマネジャーを務めていたビンチェンツ・グエリーニが就任。残り2試合を指揮した。昨シーズン公式戦、出場ゼロだったヨベティッチが14ゴールを決めて1人、気を吐くも、最終的には13位で終える。また、この年のシーズン終了後 SD を務めたコレビーノが、人気満了により退任した。 名門を再建したモンテッラ監督2012から13、シーズンは前シーズン攻撃的なサッカーで、カターニアを躍進させたヴィンチェンツォ・モンテッラを新監督に迎えた。ナスタ・シッチ、ガンベリーにベーラミを放出した一方、レンタルバッグを含め15人もの補強を観光。フワン・クアドラード、ボルハ・バレロ、ゴンサロ・ロドリゲス、アルベルト・アクイラーに ダビド・ピサーロ、ステファン・サビッチら新加入の選手が多く、主力を担った。冬の遺跡史上では、ジュゼッペ・ロッシも獲得している。シーズンでは、ピサーロ、バレーロ、アクイラーニーらを中心とした攻撃的な、ポゼッションサッカーを展開。ヨベティッチ、リャイッチらの活躍もあり、得点数リーグ1位のナポリと1点差の72得点を、記録。最終的には、 チャンピオンズリーグ出場権は逃したが4位に入り、ヨーロッパリーグ出場権を獲得した。2013から14シーズンは、エースのヨベティッチが、マンチェスターシティ FC に移籍、ヤイッチもエースローマに移籍。しかしマラガからホアキンサンチェス、AC ミランから、マッシモ・アンブロジーニ、バイエルン・ミュンヘンからマリオ・ゴメス、パレルモからヨシップ・イリチッチら有力選手を獲得。 新加入のマリオ・ゴメスの活躍が期待されていたが、早々に故障。代わりに、ジュゼッペ・ロッシが開幕から前半戦は、セリエー得点ランキングで首位を走るなど際立った、活躍を見せた。ロッシは2014年初に故障したもののクアドラード、などの活躍で、チームも好調を保ち、リーグ戦は前年と同じ4位で終わって、ヨーロッパリーグ出場権を獲得。 コッパイタリアは決勝で SSC ナポリに敗れて準優勝ヨーロッパリーグはラウンド16でユベントス FC に敗れてベスト16で終わったシーズン途中にマンチェスターユナイテッド FC からアンデルソン AC ミランからアレッサンドロ・マトリオどちらも期限付き遺跡で獲得2014から15シーズン開幕前アンブロジーニが 契約満了につき引退、ラファウ・ボルスキーが FC ・バーリ1908へ期限付き移籍。ムニル・ウェル・ハムダウィが期限付き移籍していたマラガシー F から復帰。チェルシー FC からマルコ・マリン、マンチェスター・シティからマイカ・リチャーズが期限付き移籍で加入。ミラン・バデリがハンブルガー SV から完全移籍。と例年に比べて動きの少ないオフシーズンとなった。 開幕前の練習中に、ロッシがまたしても故障してシーズンすべての離脱となる。これをはじめとして、攻撃陣に負傷者が非常に多く、前半戦は注意をさまようこととなる。冬の市場で、FW の穴を埋めるために、公衆比差次第から、アレッサンドロ・ディアマンテイ、アルベルト・ジラルディーノをどちらも、期限付きで獲得。クアドラードが、チェルシー FC へ移籍したが、 同じチェルシーからエジプト代表、モハメド・サラーを期限付きで獲得。加入直後はサラーが、出色の活躍を見せたものの元イタリア代表の二人は、期待に応えられず苦戦が続いたが、上位が落ちてきたこともあって、最終戦で去年と同じ4位に滑り込み、L 出場権を獲得した。しかしチーム得点王が入りチッチの8点、2位タイの7点の中に、 DF のゴンサロロドリゲスがいるという攻撃陣の不甲斐なさが目立ったシーズンとなった。ヨーロッパリーグは準決勝で前年度優勝のセビージャ FC に敗れてベスト4、コッパイタリアも準決勝でユベントスに敗れてベスト4に終わった。シーズン終了後に意見の相違などからモンテッラ監督を解任。スイス王者 FC バーゼル監督であった。 パウロ・ソーザが新監督に就任。2015から16シーズン、GK では、聖 GK のネトがユベントスへ、ロサーティは、ペルージャ・カルチョへ移籍し、クリスティアーノル・ルパテリは引退した。DF では、マイカ・リチャーズはマンチェスター・シティへ復帰。ステファン・サビッチが、マリオ・スワレスとの交換トレードの形でアトレティコ・マドリードへ、ミケーレ・カンポレーゼは、エンポリへ移籍。 MF では、モハメド・サラーが、チェルシー・復帰、ホアキン・サンチェスとフアン・マヌエル・バルガスが、レアル・ベティスへ、アルベルト・アクイラーニが、スポルティング・ CP へ移籍。FW では、マリオ・ゴメスが、ベシクタ・シュ・ JK へ移籍した。これに代わって、FW ・ニコラ・カリニッチ、ジョアン・ベル・ドゥー、DF、ダビデ・アストーリ、ジューベルト、ジュニオール、GK、ルイージ・セーペなどを獲得し、 多数の選手の入れ替えが行われた。チームはシーズン開幕から好調を維持し、第7節でアタランタを3から0で下し、約16年ぶりにリーグ首位に立った。しかし、第13節でエンポリーと引き分け首位を明け渡すと徐々に調子を落とし、2016年1月からの23試合では、わずか7勝と大苦戦。 結局この年も CL 出場権を得たゆうべ、ローマ、ナポリの3チームからは一つも勝ち星を得ることができず、5位でシーズンを終えることとなった。カップ戦においては、コパイタリア初戦でカルピニ、L は決勝トーナメント1回戦でトッテナムに敗れ、大会を後にした。またシーズン終了後にはチームに11年間在籍し、キャプテンを務めたマヌエル・パスクアルが、 契約満了により、退団、後にエンポリに加入した。2017から18シーズンは、ゴンサロ・ロドリゲス、フェデリコ・ベルナルデスキ、ヨシップ・イリチッチ、チプリアン・タタル・シャヌ、マティアス・ベシーノ、ボルハバレロが主力が多く退団した。2018年3月4日キャプテンのダビデ・アストーリが、遠征先ウディネのホテルで、心臓発作により休止した。 ドロンゴフスキ69ミレンコビッチ4ペッセージャ20カセレス22リロラ21プルガル78カストロビッリ8バデリゴダウベルト29キエーザ25リベリー7中選手の国籍表記はフィファの定めた代表資格ルールに基づくカッコ内の国旗はその他の保有国籍を星印は EU 圏外選手を示す中選手の国籍表記は フィファの定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。クラブは2002年に倒産を経験しており、厳密に言えば1926年に創設されたクラブと現在のクラブは別組織であるが、現在のクラブが前身となったクラブの商標権を継承していること、2002年に倒産したクラブの 最後の首相だった人物が2002年に創設された、クラブの最初の首相でもあったことなどから、本校ではこの2つのクラブをまとめて解説する。A.B. ラストーリアデラフィオレンティーナアクフ・フィオレンティーナ。オフィシャルサイト。2008年5月25日閲覧。A.B. ラフガイド社。欧州サッカー60都市現地観戦ハンドブック2000。

www.rsssf.com スラッシュ tablesi スラッ s ュ ital56.html h t t p w w w r s s s f c o m t a b l e s i i t a l 9 3 h t m l h a t h t t p w w w r s s s a c o m t a b l e s i i t a l 9 9 h t m l 中田秀俊と,とビオラの再出発悲劇 そして、王国復興へから思わぬセリエビー昇格巨額の投資で、チーム強化。カルチョ2002-2008年5月25日閲覧。二人はいずれも、アタランタ育ちで同じ年に、フィオレンティーナに移籍したこと、背丈や顔立ちも似ていることから、ティフォージの間ではまとめて、パッツォリーボパッツォレボとの愛称で呼ばれる存在である。 フィオレンティーナがミハイロビッチを解任ダッシュ GOAL.com ハットフィオレンティーナ残り2戦はグエリーに死が敷き殴られた選手は謝罪フィオレンティーナバーゼルと契約解消のピーソーザが新監督に就任ゴール2015年6月22日主力対談が相次ぐフィオレンティーナ聖守ご神がなんとへ籍サッカーキングハット フィオレンティーナの首相が31歳の若さで休止。4日、開催予定のセリエ A 全試合が延期。ワールドサッカーキング。2018年3月21日閲覧。プリマスクワドラマスカイル。アクフフィオレンティーナ。2021年9月20日。閲覧。ありがとうございます。